柳家さんのすけの豆さんを鍛える場所、ホットキャスティングバー。皆さんこんにちは、柳家さんのすけでございます。天メンバーに入れてもらえない桂夏丸です。すごい、名前出し。夏丸さんがね、あの天の、ね、メンバーに入りたい、イレブンにしてくれと。キツツキさんと一緒に、12に来てくれてたんですけど、マルコさんがなんつって、あんまり聞いてる風ではない、ね、あの話し家の仲間って微妙なバランスでね、みんなね、組んでるからね、でもまあ交流はしたいですね、なんて話は。のそれはね、あったんですが、まあ何のこっちゃ分からないと思いますが、先週の放送ですね、はい、で、こちらで、まだ引き続きこちらに残ってもらってます、はいはい、メンバーがおります。その前に、明日火曜会ですね、10月5日、出演三遊亭天丼さん、で古今亭菊六さんでございます、はいはい、でその菊六さんのを筆頭にですね、10人集まった2003年落語協会楽屋入りという、面々10人のメンバーがいますが、その、まあ、団体、これはもうあれですよ、親睦団体としては落語協会内でもかなりの、人数を誇る、勢力を誇るこのメンバーの、いつ協会飛び出すの、2つ目で飛び出したって今までない、ない誰も受け止めてくんないよ、飛び出して、まあ、あの業界で言うと廃業って言いますけどね。波紋とかね、波紋とかね。でもこの天という、ね、グループはもう一大勢力、その天メンバーの、まああの番頭役の、打ち合わせ担当大臣、三遊亭時松さんでございます。時松でございます。そして、その天メンバーの広報大臣ですね、広報担当の霊霊者マルコさんでございます。マルコでございます。主に飲み会の撮影を担当させて、菊六祭りの模様かなんか飲み会を撮影するね、そしてまあ、ご存知、はい、ね、あのバカでおなじみ林家武平さん、はい、どうもこんにちは、バカネッカチーフ男、嬉しくねえな。ということで、先週に引き続きまして、竹平はバカじゃないという、違うという、それは議論を考えて、そうそうそう、ありまして、はい、で、あの前回のね、ちょっと振りにもありましたが、はい、11月になんかこのメンバーで面白いことがあるんで、そうなんです、はい、ではそれをね、あの取り上げてっていうか宣伝しちゃってもらいましょう、ですね、はい、青木くんも飯食ってることだし、これはね、今日ね、黒豚丼、黒豚丼ね、駅弁いいね、また食うね、黒豚丼とカレーメンチカツサンドなんですよ、だからね、肉から離れない、この2つはね、選べないよ。どっちかはもう選べないもん、あまりにも違うものすぎて、取りたい薩摩ですよ、薩長戦争みたいなもん、薩長長が違うよ、本当だ本当だ、だまあ食べててください、とにかくね、はい、ちょっと宣伝してますから、食べてる間にその、ちょっとね告知をねしてもらいたいんですよ、マルコちゃんからお願いしますか、はい、じゃあ広報大臣マルコの方から、説明させていただきますけれども、2009年11月1日日曜日、厳選DVD 収録落語会、落語いいとこ取りというのを行います。どういうのこれは。マルコさんは声がいいね、なんかね。いい声なんだ、ね、これが。ナレーションの仕事とか回ってきそうだね。青ニップル紹介するわ、ね、ギターも弾けますからね。何もできる。ね、いろんなこのレベルがあるわけじゃないですか。DVD を出したりね。最近多いね。ね、CD出したりとかいろいろありますけれども、誰も我々に声をかけてくれないので、じゃあもう自費出版で出そうじゃないかというので、この11月1日日曜日に3部で、3部構成で、撮影会を行います、第1部林家武平三遊亭時松二人会、頑張れ、ちょっと待ってください、ここで、さっき先週の放送で出てきた武平さんに睨まれたお姉さん、お客さんが戻ってきました、お姉さん、ちょっと怪しいもんじゃありませんので、怪しいもんじゃありません、すいませんね、その説はなんか私が分からなかったと思うんだけど、まあ立ち話もないですよ、まあ汚いとこだけど、まあ武平さんに脅された、何、どういうことですか、僕それは本当に申し訳ないと思ってね、池袋駅で、あ、武平さんだって思って、
僕は本当それ覚えてないんですけど、すごいそれだけに怖いんですよ。まずあれですよね、とにかく生まれて初めて見た生の落語が武井さんなんですよ、ね、多分そう。もうまとまったじゃん。という存在を頭から消そうとしてないですか、ね、怖すぎて。怖、まあ、その日に武井さん、その直前かなんかに武井さん見てるわけですよね。はい。で、顔が分かった。はい。武平だ、武平だって思って、武平ってやって、あ、酔っ払ってたの？酔っ払ってたの。夜なんだ。あ、ごめんなさい、朝方だと思ってました。全然覚えてない、それを。うん。そしたら？怒って、怒ってた？ちょっと待って、どうやって怒ってたんですか、僕。あの、マスクしてたんですけど。あ、なんだよ。花粉症の時だ。うん、おいで。はい。花粉症だからマスクですか？芸能人だからね。ちょっと顔バレ怖いみたいなとかあるからね。だって思いっきり竹へって言われてんじゃん。意味ないじゃん。そうせじゃあ、すいませんでしたね。いや、すいません。もう一本手ぬぐい。呼び捨てて竹へさんだったら。そうですよね。いや、知らない、わかんない、それでも。本当に。すいませんね、それはね。花粉症でイライラしてたんで。いや、あれでしょ、多分どっか、なんか、これから、どっか、叩かなんか行こうと思ったんですよ。マスクして、変装して。ねえ、信用金庫かなんか狙おうと思ったんですよ。あ、そうか。じゃあ、ちょっとテンション上がってた。いきなり呼ばれちゃったから。ドキッと。ドキッと。警察かと。警察かと。バカだよ、しかし。やっぱりバカなんだよ。自分で言っちゃったよ。まずいな、これ。すいませんでしたね、本当ね。やっぱ印象悪かった。とりあえずに。印象悪かった。いや、そんなことはない。いや、トークした、今。ちょっと怖いのかな。そんなこと怖くないです。ちょっと隣座ってみます。ちょっと寄せ、いつもあざだらけなの。ありがとうございました。すいませんね。あの、これをきっかけに仲直りしてくださいね。悪い人じゃない。あ、手ぬぐいもね、使ってる。ありがとうございます。お客さんと芸人の仲を取り持つコロナさんのスケポッドキャスティング。ありがとうございます。これ偶然だよ、本当に。ありがとうございます。で、この会の話がもうどっか飛んでっちゃってるよ。はいはい、まずもう頭からいきましょう。11月1日の DVD 収録落語会、落語いいとこ取りでございます。おー、よいしょ。じゃあ、マルコさん、まずはい、第1部は第1部、林家武平三遊亭時松二人会、頑張ります。頑張れ俺、頑張る。12時半開場、13時開演、1500円でございます。はい、よろしくお願いします。そして第2部が、はい、三遊亭時松霊霊者丸子二人会。よーし、働くよ。あれ、時松また出んの？お、働きますよ。もうどん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 。はい、これが15時半開場の16時開演、1500円でございます。そして4時からですね。そうですね。はい、第3部が林家武平霊霊者丸子二人会。よーし、頑張る。要はあれだね、3人でぐるん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 、そうだ、三つどもえ戦だ、三つどもえ戦。はい、これが19時開場、19時半開演、1500円ということになっております。7時半から1日いっぱなしだじゃん。1日います。で、このなんでこんなにやるかというと、この入場料収入、3部やらないと制作費が出ないということですね。いろいろあるんですよ、事情が。それプラスですね、来年の1月21日の木曜日、落語いいとこ取りの DVD 完成お披露目落語会を行います。まだ撮ってもいないのに。撮ってもいないのに。で、これももう前売り券作っておりまして、これも売らないと制作費が出ないので大変ですから、お願いしますね、皆さんね。前借り前借りみたいな。どん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 予定を決め、もうほら、時松さんが打ち合わせ得意です。打ち合わせ得意ですから、どんどん打ち合わせでビッシビシ決めてます。緊張するよ。これがすごいですよ。完成お披露目落語会、1月21日木曜日、19時開場、夜7時開場の7時半開演なんですけれども、なんと林家武平三遊亭時松霊霊者丸子3人の手ぬぐいがついて、しかも今回この完成する DVD までついて、生の落語が見られて3000円でお送りしております。ほら、いいよ。これはね、やっぱり金利手数料とか、やっぱり丸子さん、金利手数料は武平さんが負担します。ジャパネットだけ。ジャパネット、うまいね。やっと打ち合わせ大事来たね。無駄に打ち合わせしてない。今の打ち合わせなかったよ。これ豪華ですよ、だってね。霊霊者丸子さん、三遊亭時松さん、林家なんとか平さん。おー、ちょちょちょ、ひらがなだから覚えてよ。あー、ごめん、武平さん。難しいじゃないから、はい、お願いします。この組み合わせで、またね、この二人会っていうのもまた珍しいですね。そうですね。でも、あのね、3部やるのは、その
人一席ずつやってそれで収録ってことになると、それる恐れがありますので、うん、そうそう怖いね生ですから、そうですね、はい、シーンとしちゃうとあれなん で、うん、なんでいっぱい落語を取ってその中で出来のいいやつを一席ずつ収録しよう、うん、はい、これもちろんお客さん来ていただいたお客さんは、うん、その笑い声とかそうですよ、もちろんね、ガンガン入れてもらったら、はい、ね、そうそうそう、ね、後で別に撮るんでしょ、違う違う、そんな消極的な感じで竹平とか徳松とかあ、いいですね、ぜひぜひ待ってました、盛り上がってる感じでね、やりたいですね、バカーって言ってもいいです、バカーネッカチーフそれまたあのお姉さんみたいな人であのテレビとかで落語収録するじゃないですか、と客席で必ず開演の直前にとかってやる人がいるんですけども、うん、あれはわざとだと思うんですけど、ね、そういうのはちょっとやめていただきたいんです、あれね、違う、あれね、客の心理としてはね、はい、これから席ってやばいから、そう、やっとく、開演前にやっとくんですよ、ね、あ、優しい気遣いなんです、ただそれがうるさかったりするわけですだんだんエスカレートして、だんだんエスカレートして絶対客席に話しかでしょお前が出るんじゃねえだろうっていうパターンありますこれ、はい、先週録は大変だね、もう、はい、しくじれないからね、そうですね、残りますからね、これそうなんだよ、ね、お客さんにも助けていただいて、ぜひぜひやればいい DVD ができるそうなんです、お願いします、はい、もうとにかくお客さんに入ってもらうこと、ね、それがもう一番ですからね、僕らね壁の向かってやったっていいものはできないからね、一人でも多く来ていただいて参加していただくと、ね、あの、はい、ね、これもだもうね、新章師匠、あの新章師匠ですよね、スタジオ録音だとなんとなくね、なんか違う気がする、あ、やっぱ違います、でね、聞いてる我々もなんか笑い声がないとちょっと寂しかったりしますよね、炎症百石みたいな名作もありますけどね、あれはああいうものとして撮ってるから、そう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 、心持ちが、ね、残すとしてね、はい、やっぱり新章師匠なんかね、スタジオだとなんかどうもやっぱりライブがすごい人ですよね、やっぱライブはいいですよ、ね、だから今回もライブですので、はい、ぜひたくさんのお客様に来ていただきたい、まずは11月1日に来てもらおうね、そうですね、はい、でこれは何、お問い合わせはやっぱりラゴンカフェなんですか、はい、はい、こちらへ問い合わせよろしくお願いします、ラゴンカフェまで、もう時松さんのホームページが、タイトルがね、時松パンチラインって言うんですよ、このパンチラインというのはなんか英語で言うとあの落ちとか下げとか、ね、そうですね、そういう意味なんですけれども、パンチラとは違う、そうそうなんです、検索キーワードの第4位がパンチラです、だからね、これ時松って言うと時松パンチラって出てくるんですよあんま見たがない Google 騙しちゃってる、そうなんですよ、あんま見たがない、それを見てまたパンチラなんとかってありましたよね、菊丸さんのパンチラクラブ、パンチラクラブ、ね、 あれ面白いんですよ、そう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 、パンチラクラブの歌とか歌うんですよパンチラクラブいい声やね、いいなそう、菊丸さんじゃなくて、時松さんです、パンチラインです、はい、パンチラインで、パンチラもよろしく、パンチラもよろしく、この3人のさ、落語会の宣伝させただけで1時間かかるよ、かかる、とにかく会社で、打ち合わせが5時間です、あもう、ね、打ち合わせやるのがいるから、であの私は最後は強引にまとめますから、ね、そうそうそう、でまとめて、じゃあ飲み行くかったと、うん、もうあとはもう菊六祭り、菊六祭り、もうちゃんと流れができてますね、はい、昼間は打ち合わせ、夜は菊六祭り、いつ落語やってんだ朝方こっそりやります、そうそう、泥棒っす今日だってもうこれで2本打ち合わせこないで、この後にもう一度お会いさんが来てまた打ち合わせが、キントキッズね、キントキッズが打ち合わせして、だからなんかさあれだよね、暇な話家の皆さんこれ聞いてると思うんですけど、うん、あの時松と打ち合わせりゃなんか仕事は来るんじゃないかな、いつの間にから今回出てきたんですよ、それはあるかもしれない、あとあの金畑区の草むしりとかね、あそういうのかしらね、なんかしら用はあるいいね、そういえばあれですよ、電球変えてくれるとか、学校カフェにもついにね、あの新内の会をね、一、うん、回だけちょっとあるんですか、あ、ありますよ、おお、それはゴールドラッシュあれ言う方が聞いたよなあれが一問身内じゃない、ゴールドラッシュあれだあの最近あのうちに自動販売機入ったお嬢さんとかドキッそういう人ですね、すごい情報だ、すごい情報金時一緒ね、はい、金時一緒、金八師匠で金八師匠と3人が池袋でやってたのは、なんか今年池袋取れなかったんだよね、じゃあ神保町でちょっとやってみっか、まあ、ちょっと小さいですけどよろしいですか、まあまああのちょっとやってみようよっていうことで、始まりますね、11月1日のちょっと2日ぐらい前です、確か10月30日とか、ちょっと詳しく落語カフェの、ぜひ問い合わせていただいて、あのそう金八師匠が結構こと細かに聞かれたんですよ、使ってるんでしょ、どうなのって言うから、いやもう、
世話役の方は大変に親切ですしね、お客様もいいし、場所はね、うちはもう、もう抜群の場所ですから、ね、一回来れたら本当来やすいですから、ね、一、ね、回目がね、なんか入り口わかんないとか言ってますけど、ね、駅は近いしね、近いですよ。たらその後で聞いたら、でも金八師匠の独演会じゃなくてうちの人もこう関わってる会だっていうネタちょっと見られるじゃないですか、こいつはこんなもんやってんのかみたいな、まあ、ちょっとプレッシャーじゃ、ま、プレッシャー、まあそのうちほら親子会でも、ね、そうだよ、ああそうだよね、もうそういうなんか驚かなくなってから、うん、急に暗くなったね、ちょっと打ち合わせだったら打ち合わせやる、いやいやいや、打ち合わせでここから打ち合わせねえだ、最近の時も元気だね、じゃあちょっとそろそろ打ち合わせ、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 あの草花肥料やるみたいに、打ち合わせやるとちょっと打ち合わせればもう大変なもんですよ、答えますよね、よかったですね、あの DVD の回の方が後で、そうだよ、ネタ帳見られるの怖いし、ね、そう、あの金時師匠がなんでうちの笑おう .net を通さねえんだって、あのあれだ、あの親友企画ですからね、ドットネットも親友の方のそうですよね、だから我々がね割った入ろうってところはおこがましいですよ、あなたちょっと、ね、なんか強引な打ち合わせですよ、まとめました、今のは今のが技ですね、危なかった、ね、見られるなと思って感激を疲れてる幸せですよ、私は崩れそうになってよ、もうおっしゃってもバフン師匠もね、お気持ちは俺の打ち合わせなら真打ちだな、打ち合わせ真打ち、聞いたことないです、打ち合わせなら僕に真打ち、師匠がそんなこと言ったことない、まあそこの評判がいいけど、でも金にならないってね、打ち合わせはね、打ち合わせギャラ発生しそうだよ、後輩と打ち合わせしたらな、むしろお金払ってますからね、なんかお茶代とか最近なんか打ち合わせで割り勘がありますからね、あれが一番へこみますよね、じゃあコーヒー代500円みたいなね、まあ話はつきませんけど、はいはい、いろんなことありますけど、締めていこうということで、はいはいはい、今日はゲストの3人の皆さんにもう一言ずつなんかもらって締めていきましょうかね、なんかもう言いたいことあったら一つずつ、はい、私あのいい人ですから一つまたよろしくお願いします、武平です、はい、お姉さんもよろしくね、はい、じゃあ皆さんも会った時はあの手振ってください、はい、お願いします、これでまあ、もう聞いてる人も分かったと思いますが、おいおい、いい人だけどバカ、違う違う、あ、やべ、それまで言うの忘れちゃったからね、次のゲストに、はいはい、ボタンを読んでます。丸口言わせよ。俺も入りますよ、割って。まあ、ボタンさんと愛之助さんはしばらく一緒にね、ずっと仕事してたから、ね、うん、ボタンさんとはよく会うんですよ。そうそう、それで会うたんびだけ、若方だけだから、耳元で。ちょっとじゃあ、一対一でちょっとやります。インターネット放送の司会一緒にやってたからね。あ、そうだそうだ。一遍さ、3人でちょっとちゃんと決着つけ、決着つけます。ね。その時に打ち合わせ一回しますから。打ち合わせ、呼んでください。はい、いろいろ。じゃあ、なんか、あと2人。ちょっとよろしくお願いします、とここでここで、あ、今の三遊亭金城さんが出てきたよ、誰か、金城さんです、はい、どうも、すみません、こちらの方へお伺いします、マイクはどこですか、マイクです、これです、今日はね、この店はどうしてもこれで行くのか、なかなか終わらない、何が何が何が油断ならねえな、ちょっとモードを切り替えないとね、いやいや、そうなんですね、いいんですよ、あのね、はい、もうエンディングだから、エンディングで、エンディングで、今日、3回目の打ち合わせでしたけど、今日3回目の打ち合わせ、今日ぐらいでしょ、初めての落語カフェ初登場でございます、そうですね、初めて伺いました、三遊亭金城さんでございます、よー、三遊亭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 、キッドキッズ、うるさいよ、このね、このポッドキャストには過去に出てもらったことがある、あ、そうなんだ、はい、久しぶりの、お互いにほら、あれですね、チラシ職人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 、職場屋さんの会の昔のチラシもかっこいいね、これって言ったら、え、あの、ちょっと作ってもらってまして、言ったら身内が、今日も新しい、キッドキッズ、うわ、かっこいいね、ね、音声じゃ伝わらないのが、ね、これはもう見に来てもらったらいいね、省略しようか、壁に来たら分かるそうそうそう、それそれそれ、そうすごいな、ね、そこはもうあのインターネット上のフリーのサイトでね、まあ、こういうものはね、あるんですか、あるんですね、今ね、すごいすごい、はい、今日はマルコさんもちょっと一言、一言ね、最後はね、はい、この間のデート商法の、女の子に楽を聞かせるという企画で、事務所に乗り込んでいったところ怖いお兄さんに説教されて追い出されました、どうもありがとうございましたすごいテンション下がってきて、これね、すごかったです、
これまだね、現時点で僕あのまだ見てないんですけれども、あのこの9月の27日のあのゴーツさんって、まあこれもう終わってますけれどもね、この放送されるところ、そこで DVD で公開するんですが、なんかね、デモ化したらしいんですよ、1本のね、はい、なんで変わってたんですか。YouTube 等にアップすると、うん、法的手段に出る。そう、あ、じゃあその前に一番最初に女の子から電話があったわけでしょ。そう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 、そうで、あの20代の独身男性ですかって言われて、はいっつったら、おめでとうございますみたいな。おお、うん、で、あ、これがデート商法かとピンときたわけですよ、ね、うん、で、あ、じゃあもう落語家ってことを伝えたけど、マルコというね、落語やってるもんですけれども、じゃあちょっと会いに行きますから、うん、で自ら見にかかりに行ったんだ。わかりました、うん、え、コーヒーを用意してお待ちしておりますっていう、うん、そうそう、はい、それでマルコさんは前日、なんかここに出てたわけですよ、うん、月亭方正さんのね、はい、それで、あの、明日行ってきますからと。で、やっぱ一人だとね、ちょっと VTR 回して大丈夫なのって言ったら、いや、一人だとちょっと危ないし、まあ、撮るのもあんまりよく撮れてるのかわからないんで、ちゃんともう一人、あ、じゃあ、あの、結構マッチョなね、結構こわもて連れてくる誰かなと、散歩しようかなとか、いろんなことあるんですよ。あるいは、思い切って武将しようかなと思ったんですけど、え、誕生さんが連れてくる。誕生さんがハンコ押しちゃいそうじゃないですか。一人増えちゃって。そう、大丈夫なのそれって。で、一緒に行ったらしいんですね。そうなんですよ。で、うん、あの、もう、こっちはギンギラギンの着物で、カメラ持って待ち構えてて、うん、で、もう、あ、これはテレビの取材だなって思ったらしくて、うん、すぐにあの上司に電話をかけ始めました。うん、したら分かった、とにかく事務所に連れてこい、俺が脅してデータ消させてやるからみたいに言われたんでしょう、はい、で一人で来てくれ、うん、で、まあ誕生さんを沿線渡して最適やりになって宣言なんですよ、ね、具体的だな具体的だなこれ。で、まあ、事務所に行ってちょっとお待ちください、今アイスコーヒーをお持ちしますからって言って、うん、出てきたのがアイスコーヒーじゃなくて怖いお兄さん、うん、おで、そこからカメラやめてね、音声に切り替えて、カメラはとにかくカバンにしまって、うん、IC レコーダーをこっそりかけて、うん、で、向こうはなんかテレビの取材だと思って、うん、なんか暴きに来たんじゃねえかと思ってるわけですよ、うん、で、こっちはあのそんなことはどうでもいいから、もうそれはそれで儲けてくれ、僕はあなたに落語を聞かせてあげたいんですという心持ちで言ってるから、もう全然噛み合わないですね、うん、なんで聞かせてあげたい、あのね、これもう向こうのね、お前の話も聞こうと、宝石の話も、だけどこっちもプロだから落語を聞いてくれと、はあはあはあ、だからデート商法で来たやつを逆に落語ファンに洗脳するという期待、この噛み合わなさ加減がね、最初にね、僕小さいけどビッグな企画で、そうそうそう、かなりビッグですよ、うん、これ僕って面白いでしょって思ってもらって、今度始まるあのインターネットテレビのスポンサーになってもらおうかなと、うん、あのデートショーで、心がもう向こうは警戒しちゃって、うん、テレビ局の野郎だと思ってますから、うん、で、いいですからね、とにかくそのビデオを見せて、で、目の前でデータを消してくださいって言うと、わかりました、え、まあ、あの10人によれば際どいとなんてことを申し上げ、そんなことはどうでもいいんですけど、例え話はいいかなと枕振っちゃったんだよ、枕振っちゃったでも何度も遮られても、え、まあ、そうはおっしゃいますけれども、まあ、落語でございますよねなんてことを言ってるとうん、うん、もう、あの、うちとしても不審者に当たるんで、警察を呼びますって言われて、デート商法のやつに警察呼ぶって言われて、ということはデート商法よりも落語家の方が怪しいという、そうですね、で、まあ、さすがに警察呼ぶとね、向こうも後ろめたいことがあるんじゃないかと思うんですけども、ね、まあ、あの、そこのエレベーターに乗ってお帰りくださいということで、ね、あの、帰ってまいりました。実は余すところなく記録されてるんです、はい、はい、これを、まあ、ゴッツァン邸で流すと、まあ、この放送で流してるわけですよ。でもそれから、まあ、何度かね、あの、何度かあの動画をね、こうインターネットに上げたら、もう即刻告訴すると、ね、いいね、というようなこう電話がね、そうですね、いいね、で、あの、ブログに僕書いたんですよ、うん、デート商法と戦ってきます、ね、落語を聞かせる、うん、で、それを 見られたらしくて、うん、あの、勘違いされると困るんですけども、うちはデート商法ではなくアポイントメントセールスだとで、よく分かんなかったんで、ネットを調べると、デート商法カッコアポイントメントセールス悪質商法っていうサイトがバーッと出てきて同じことなんだなと思ってなるほど、なるほどね、言葉にこだわるんだね、うちはアポイントメントセールス、法律相談のサイトだと、あの、同じふうに並んでました、なるほどね、
ね、そんなマルコさんに次回も会えるかどうか。あーね、もしかしたらどっか消されちゃうかもしれませんけど。怖い怖い。ぜひまた来て話してもらいたいね。ね、信号待ちとかしてるときはね、天神柱とか捕まってた方がいい。どこで背中押されるか分かりませんから。そうそうそう、白線の内側に立ってたほうがいい。面白いことにはリスクが伴うからね。そうですよ。ぜひまた元気にお会いしたい、はい、マルコさんでございます。そういう締め。いざとなったらね、馬風師匠にね、困ってますからね。そうすればもう落語協会会長ですからね。そう、味方いっぱいいますよ。で、ね、はい、なんとかしてる、はい、で、時間さん、打ち合わせお待ちしてます。で、三遊亭時松さんが今打ち合わせ相手募集しております、ね。とにかく1日3回までは打ち合わせ、3回までは、3回までできることが分かるから、うん、あの電車で移動できる範囲で、うん、そうだね。どんどんと繋がった繋がるところがありますね。なるべくなら駅から徒歩10分以内ぐらいぐらいが一番ありがたいです。あんま汗のかかない距離でね、贅沢な打ち合わせ。できればあのお茶代ぐらいは出してくれる。あ、そうね、あの折半やだね。折半はちょっとね、やっぱりしますんで、話しかだけならしょうがないですけどね。いいね、打ち合わせしたい人って世の中にいっぱいいると思うんだよね。あー、ほんとにね、もう無駄なこといっぱい打ち合わせだから、うん、本当ですよ。何もしなくたっていいんだから、しなくてもね、落語会なんかしなくたって打ち合わせだけあればいい。で、俺たちは落語やらなくてもチラシだけ作りたいってそういうとこあるからね。それだ、うん、それ日にちが入ってない。お母さんなんかも筋金入りですからね。中学ぐらいの時から夜遅くかってお母さんの玄関でまたお前打ち合わせしてたの、こんな遅くの時間。もうね、不良みたいなもんですよ。大変ですよ。学校帰りにほら、5、6人で打ち合わせしちゃうから。もうあの通信簿なんかもね、生活態度はいいですが、打ち合わせ多すぎます。そうこういう幼少時代、そういうね。いや、ギリギリ間に合った金賞さん、はい、何かありませんか、はい、インフォメーション。私ですか。あ、インフォメーション。まずね、金賞さん、はい、これが何だかが分かってない。これでもあの、分かってる、うん、あ、そうだ、前に出たことある。そうです、うん、はい、ですね、近況でいいんですかね。近況でもいいです、うん、近況、一番近況だとですね、これだってよそでやる会だから。いい、関係ないから大丈夫だよ。あとですね、10月の25日の日曜日に原宿のアコスタジオというところで、うん、弟弟子トキマツとやっております。キントキッズという、キントキッズ、まあ、何回目、実にね、ふざけた11回目の、まあね、あのこれあんまりね、本当に話題になるとジャニーズから怒られます。そうなんです。微妙なラインだね。そうだから、あの地下のスタジオにひっそりこのポッドキャスティングがギリギリだ。そうです、そうです、ギリギリです。原宿は原宿でも地下でやってます。地下です。アンダーグラウンドね。はい、そうですね。あとはタケちゃんと12月にやります、今度はタボキントリオでね。あ、よくやです。これもどうにかすると、なんかみんなジャニーズに喧嘩売ってんのよ。はい、どっかの事務所から文句が来そうですけれども、そういう会をやっております。はいはい、あとまあプライベートだと最近犬を飼い始めました。犬飼ってんの。はい、まだあの生まれて3ヶ月の子犬なもんです。シリア、キャバリアという犬でございます。じゃあ来年あたりこの放送のゲストに、はい、あ、そうですね、犬だけで、これがあんまりね、なかなか大変だ、司会はこれみっちり喋ってみよう。電話情報以上に噛み合わないよね。鼻息をね、鼻息をお送りしてみよう。ですんで、あの毎日毎日あの振り回されている最中なので、あの、はい、高座に上がっている時にあのかなりあのエネルギー切れてると思うんですけれども、うんうん、細い声で、うん、こっそりと楽をやろうと思っております、うん、いろんな会場で、はい、お待ちしております、ね、みんな会多いから ね、とにかく落語カフェを中心として皆さんの会ぜひ来ていただこうというところで、はい、青木くんはもういませんが、今週の放送を締めたいと思います、はい、それでは、はい、また来週、さよなら。さあ、キングカフェジングルだ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。びっくりした。